明日は久しぶりのお休みですにゃ。うんうん、ほんと久しぶり。まさか嫁ぎ先がこんなブラックパティスリーだったとは。違いますよ、ショコラたちの話じゃなくて。お店は休みでも仕込み、買い付け、挨拶、商談、新商品開発、なんだかんだ言ってご主人は私たちを構ってはくれない。いいんです、ショコラたちは理解のある子犬子ですから。アマゾーンの請求額がちょっと上がってるのだけ目をつぶってもらえれば。ご主人様が頑張ってるのは分かってますから。多忙な旦那を支えるのも嫁猫の使命だしね。でもでもたまには子犬子らしいご褒美が欲しいですにゃ。ちょっとこっち、ご主人こっちに来てごらん。仕事だからね。私たちも嬉しい、ご主人も嬉しい。これぞウィンウィンの関係というやつ。どっちも嬉しい幸せの永久期間ですにゃ。ショコラが自分でやるとなんでかすぐ深爪になっちゃうからね。ショコラの不器用さ半端ない、まるで深爪マニア。バニラうまいこと言うね。褒めてないけど、ショコラが喜んでるならいいや。ってば、ショコラたちはご主人様のそばにいられれば。猫なりに充実した日々を送らせてもらってるし、労働の喜びもなかなか悪くない。よく思うけど、ご主人の手つきエロい。さすがエロパティシエ。でもわかるわかる、ご主人様の手ショコラも好きですよ。なんかこういいですよね、ご主人様の手って感じで。その適当な語彙力がショコラっぽい。和む。というかもはや手がエロい。なんかこう妙なフェロモンを感じて目を奪われたりする。わかるわかる、きっとケーキばっかり触ってるからだね。手が甘い感じなんだよきっと。正直ケーキ作り手伝ってる時、
セクハラじゃないかと思うことがある。ありがとうございます、ご主人様。結構なお手前で大満足。ご主人様。ご主人。デートは嬉しいですけど、でもその前に。お休みってことは明日の朝を気にしなくていいってことで。思いっきり、エッチができますね。久しぶりの分、いっぱい可愛がってもらわないとね。にゃーん、ご主人様ったら、本当に激しいんですから。今日こそ死んじゃうかと思いましたにゃーん。コロコロ、久しぶりだとほんと鬼畜、鬼畜パティシエ全開でほんとやばい。コロコロ、そりゃあノリノリでしょ。ノリノリじゃダメなんですか？4回も5回も出しといて、文句とか信じられない。さらに明日はデートなんて、恋猫冥利につきますにゃん。もうほんと正直、飼い猫として、これ以上の幸せはない。やりたいことはたった今、堪能しましたにゃ。ご主人のいやらしい誘い受け。でも、嫌いじゃない。ショコラの夢はご主人様とずっと一緒にいることです。目標もご主人様とずっと一緒にいることです。私はショコラとずっと一緒にいること。まあご主人もそこに混ぜてあげてもいい。大間の本マグロ1本、松阪牛1頭でもいい。
腹いっぱいになったところで耳のお掃除もしてくださいにゃ。じゃ、私も希望。終わったらご主人のやってあげる。ショコラもご主人様の耳掃除します。ふぎゃー、じゃあ肩もみ、せめて肩もみさせてください。ご主人様、you